はい、エブリィ納車されて約1ヶ月経ちまして、まあ実際に使ってみての、まあ、感想ですねをまとめさせていただきたいと思います。まずですね、ダッシュボードの収納がとにかく広くて使い勝手がいいですね。ドリンクホルダーもここに1箇所、2箇所ありますし、まあこの下にもペットボトル入れたりするホルダーがあります。それでここですね、ここが運転席と助手席の間にもドリンクホルダーあるんですけど、まあこの形状がおそらく紙パックとか、まあ入れやすいように四角になってるんですが、まあこのサイズがちょうどこのモンベルのボトルですね、を結構太くて通常のドリンクホルダーには入らないんですけど、ぴったり収まるのですごく使い勝手いいなと思ってます。さすがにナルゲンのボトルとかは収まらないんですが、すごくいい感じのサイズ感ですね。僕の所有しているのは DA17V の平成28年製造車ですね。なんですが、この灰皿がついてるんですよね。で、僕タバコ吸わないので、もうここに袋をこのように入れちゃって、グッと閉じれば、まあそこそこ固定されるので、まあゴミ箱代わりに使ったりしてます。あとここに、フックがあるので、助手席に人が乗らないのであれば、マスクとかをね、かけるのにも、ちょうどいいかなと思います。グローブボックスの上のこのスペースですね。ここは僕は手袋を入れたりとか、あとここですね。結構スマートフォンとか、ちょうどよく収まるので、結構便利だなと思ってますね。あとこのドリンクホルダー横には、ここと、ここにも収納があって、僕はここにサングラスとか入れてますね。で、ちょっとはみ出るんですけど、全然落ちたりすることは今のところないですね。一つ残念だったのが、僕のこのエブリィは、まあ、中古のエブリィをね、カスタムしているものなんですけど、まあ、結構やっぱりこういうダッシュボードの傷とかは、最初からあったんですよね。で、まあこういう傷もステッカーとかね、上から貼ればいいやと思っていたんですけど、なんとね、このエブリィのダッシュボードの素材がすっごいツルツルしてるので、ステッカーがね、乗らないんですよね。貼れないんですよ。ステッカー貼ったらこうペリ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 剥がれてきちゃったので、その点がね、ちょっと残念だったなぁと思ってますね。そしてルーフについてある収納、これも便利で、まあ収納力もありますし、真ん中のスペースですね、これがボックスティッシュを、まあ、置いておくのにぴったりな設計なんですよね。なので車の中でボックスティッシュを置いた時に結構置き場所に困って、結局なんかこう箱がベコベコになっちゃったりとかっていうのがあるかと思うんですけど、まあ、そういう心配がまずないですね。まあリフトアップしているので、そして台形タイヤも入っているということで、まあ乗り心地を結構気にされる方がいると思うんですよね。で、まあその台形タイヤとリフトアップしたことによる乗り心地に関しては、まあ、僕その純正のエブリィに乗ったことがないので、その横風の抵抗感とか、あとまあボコボコした斜面の揺れですねっていうのは、まあ比較はできないんですけれども、まあ、普通に走っている上ではあんまり気にならないですね。ですが、ね、すごい飛び出てるマンホールとか、角に凹んでいるマンホールとか、こういう、場所をコーナリングしながら、そのボッ
コボコの上を通った時とかっていうのは結構揺れを感じるなとは思ってます。ですが、まあ、まっすぐね、普通の舗装された道路を走る上ではほとんど気にならないですし、まあ、高さがあるのですごく運転はしやすいですね。エブリィはキャブオーバーファンなので、まあ、ボンネットがすごく短くてスカッとしてる見通しがいいんですよね。まあ、前方の視界がすごくいいというのは運転しやすいなっていうのと、さらにリフトアップしているので、まあ、目線も高くて、その辺の運転のしやすさっていうのは感じます。で、まあ、台形タイヤを履いてブロックタイヤを履いていることによる、まあ、走行時のもたつきですよね。まあ、ロードノイズっていうのはほとんど気にならないですね。東洋オープンカントリーを履いていて、そんなにこうゴト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 言ってうるさいっていうのはほとんど感じないんですけれども、まあ、走り出しのもたつきですよね。特にこう坂道発進での走り出し、僕はエンジンの回転数をあまりこう3000回転以上にはしないように気をつけて走ってるんですけど、そうすると結構加速には時間かかるなっていうのは思います。まあ、60キロに到達するまでに結構加速してこないと60キロとかね出ないかなっていう感じで、まあ、大体40キロから50キロぐらいの範囲で僕は走ることが多いんですが、でもまあ先ほど言ったようにすごく運転していて、まあ、目線も高くて気持ちいい車なので 4,50 キロぐらいでなんか楽しく運転できるなっていうのはあって、僕はそれぐらいの、まあ、走行速度で走ってるんですけど、で僕このエブリィに乗る前、通勤用ではアルトに乗ってたんですけど、例えばアルトで 4,50 キロで走ってたらめちゃくちゃ煽られるんですよね。リフトアップエブリに乗ってからは煽られることはほぼなくなりました。煽られたことはないです。まあ結構見た目もいかついんでね、煽る側も躊躇してしまうっていうのもあるのかなと思うんで、煽られないっていうメリットは一つあるかもしれない。あと、まあ燃費ですよね。燃費に関しては、まあ、エンジンの回転数3000キロ以内になるべく収めるようにして、で、まあ、時々すごく寒い日とか、もしくは暑い日はエアコンを使う時もあるんですけど、まあ、それぐらいの使い方で、街乗りだと、まあ、リッター10をちょっと超えるかなぐらいですね、実測で。10から11キロの範囲と考えていればいいかなと思います。もちろんその運転の仕方とか、ね、エアコンの使い方によっても、もしくはこう走る環境によっても燃費っていうのは変わるかと思うんですけど、僕の使い方ではまあ大体10から11っていう感じです。あとね、結構ね、この車に乗ってると見られます。見られることが多いです。で、やっぱりこの軽バンっていうのがね、最近結構流行ってるっていうのと、特にまあリフトアップしたりカスタムした軽バンっていうのは人気なので、まあ同じような軽バンに乗ってる人っていうのは結構見てきますね。特にもうリフトアップエブリィ同士がすれ違った時にはお互いすごい見て、まあ、こんな感じの状況になっちゃいます、まあ、それぐらい結構見られるんですが、あとスライドドアですね。スライドドアが、僕スライドドアのタイプの車に乗るのが初めてだったんですけど、すごい
子供を乗せるときにスライドドア便利だなというふうに感じました。もちろんエブリィは商用版でファミリーカーではもちろんないんですけど、でもまあ子供を乗せるときはチャイルドシートに乗せるので、まあ、そんなにねクッションの性能とかはあまり重要じゃないので、そのチャイルドシートの乗せやすさっていうのはすごく乗せやすいなというふうには感じます。ただエブリィのスライドドアが結構力強く閉めないと半ドアになっちゃったりするんですよね。なのでまあパワースライドドアだったらさらにいいなぁなんて思うんですが、あとね荷室はねもうとにかく広いです。でエブリィの場合テールランプをバンパーに設けているので荷室の開口部ですよねがものすごい広いんですよね。なのでまあベッドキットも荷室のギリギリまで長さを設けることができましたし、荷室の広さあと利便性っていうのは感じますね。まあこれはオプションというか、まあエンカーズオリジナルのバンパーを取り付けた時に LEDのフォグランプ追加でねつけたんですけど、フォグランプはねあった方がいいですね。しかもイエローフォグ、これはねめちゃくちゃ使いますね。もう無駄にイエローフォグを点灯したくなるというか、ちょっとでも薄暗くなろうものならすぐフォグランプを点灯して、明るいですし目立つしかっこいいし、このイエローフォグがオフロード感をさらに演出してくれるので、これはあった方がいいなと思います。まあ燃費リッター10キロから11キロっていうのが果たしてね、まあ、いいのか悪いのかっていうのは人によってそれぞれまあ、価値観の違いはあると思うんですけど、僕にとっては、まあ、積載性能もあってスノーボードも車中泊も楽しめる、まあ、これ以上ない車だとね思っているので、まあ、アルトに乗ってた頃よりははるかに燃費っていうのは落ちたんですけど、それでもそれをもうカバーする魅力っていうのはこの車にはあるのかなというふうに思ってます。本当にね、こう乗れば乗るほど愛着も湧くし、まあ、この車の良さであったり面白さっていうのを実感しているので、僕は本当に買って良かったなと思える車ですね。